レスリー・ニール・センは、カナダ出身の俳優。裸の銃を持つ男シリーズなどのコメディ映画で知られる。カナダ勲章受賞者。カナダのサスカチュワン州レジャイが生まれ。母親のメーベルは、ウェールズ系。父親イングバードは、デンマーク系の警察官であった。三人兄弟であり、兄のエリク・ニール・センは、政治家として1984年から1986年まで。 カナダ副首相を務めた。親戚に俳優のジーン・ハーショルトがいる。聴覚に問題があったが17歳で軍に入り、第二次世界大戦中にカナダ空軍で重視として訓練を受け、退役後はトロントの演劇学校で学ぶ。ラジオの DJ を経てアメリカに渡り、奨学金を得てネイバーフットプレイハウスやアクターズスタジオでも学んだ。 1948年にテレビデビュー。当初はアクション映画を中心に出演する一方、シリアスな作品においても活躍していた。この頃の出演作に、禁断の惑星、ポセイドンアドベンチャーなどがある。1960年代以降はテレビ映画でも活躍する。コメディ作品の初出演は、1980年公開の映画、フライングハイである。これによって、 ニールセンに新たな魅力が加わった。フライングハイでニールセンが演じたのは、ストーリーがカから登場する登場客、ルーマック医師役である。同作でニールセンは、冷静な表情でナンセンスなジョークを言ったり、トンチン感ンな勘違いをして、顔色を変えるなどといったコメディシーンを見事に演じ切った。フライングハイ制作スタッフによると、この映画への出演をニールセンに打診した際、 ニールセンは、思うところがあったらしく、OK とも、ノートも言わずに発言を保留した。そこでスタッフは、1950年代に制作、公開された、ゼロアワーのビデオをニールセンに渡した。ニールセンは、ゼロアワーを見終えて、自分の役回りや、台本のあちらこちらに散りばめられたセリフの意味を理解し、この作品において彼ならではとも言える演技を見事に、披露する。これ以降、 コメディ作品でのニールセンの存在が確立されたという。1988年に裸の銃を持つ男が大ヒットしてからはもっぱらコメディ作品に出演するようになる。コメディ作品でのニールセンは一見銀髪の渋い紳士だがやることなすことへまばかりという役どころが定番だった。路地を踏む時におかしな表情を見せるかと思えば周りでは 大騒動が起きているのにニールセンだけくつろいが、おももちで飲食するなどのシーンも見られる。日本では裸の銃を持つ男のイメージがあまりに強烈だったため、以降に日本で公開されたニールセン出演作品の多くに裸のを持つ男という放題が付けられるようになった。日本の人気番組カットちゃんけんちゃんごきげん TV や志村けんの大丈夫だにも登場し、 加藤茶や志村健太と共演したこともある。ゴルフ好きで、ゴルフものの作品への出演や著作もあるが、内容はもちろんおふざけである。私生活では4度結婚し、2人目の妻との間に、娘が2人いる。2010年11月28日、フロリダ州のフォートローダーデールの病院にて、肺炎とそれに伴う合併症のために死去した。84歳ボー ありがとうございます。